続いてまゆか。まゆかちゃん、メイクによって全然顔が違ったりとか雰囲気だったりは変えるのが得意なのかなと思います。雰囲気がステージによってガラリと変わることが話題になった。NiziU のカメレオン。そんなまゆかには行列メンバーで大好きな人がいる。滝沢カレンさん、もう本当にこう言葉のチョイスとかが面白いじゃないですか。ほぼ無視って言っちゃっていいのほぼ無視は無視私はもうなんか顔がないのかっていうぐらいモテなかったんででは後藤の印象は。そうですね、でも後藤さんもなんかそのなかったええわ。なんていうんですか、それ結構っていうか普通にあの優しそうな。いや全員言えるやん。ほぼ印象ないやん。誰にでも言えるやつ。ないんやったら言わなくていいやん。優しそう。優しそうよね。カレンちゃんの言葉のチョイス面白い。はい。昨日も明日会えるんだと思って、はい、ずっと YouTube で滝沢カレンさんの動画を拝見させていただいて、今日来ました。どうですか実際の生カレンちゃんは。いや、もう本当にお綺麗すぎて、はい、もう目が合わせられない。目が合わせられない。言われてますよ、お綺麗すぎて目が合わせられないって。え、でも合ってます、今。そうだ。珍しい。NiziU はやっぱり好きな感じ。はい、NiziU さん大好きで入りたいです。例えば自分が15歳とかやったらもしかしたらオーディション行ってたかもわからない。行きたいです。もう夢ですよ、こんな素晴らしいことできる。ありがとうございます。ちょっと得意のボイパで、ちょっとその言った気持ちみたいなのを言えないよ、これは。失礼いたします。スペシャルバージョンで。え、あれ、なんて言った。スペシャルバージョン。ちなみに、あの、なんておっしゃってるんですか。生まれ変わったら一緒にグループ組みませんか。こんな気になるんですか。